どうも、アバシリのハリキューマッサージのアシンドです。6月24日日曜日、レジアイス実装を3日目にしてやっと初参戦です。これ画面雨になってるんですけど、全然晴れてて、快晴でもないけど晴れ曇りってぐらいです。もう画面眩しくて、ゲットチャレンジの時ちょっと画面見えないぐらい晴れてました。これなぜか雨降ってますね。いつもの一番近い流氷街道道の駅ではなくて間違えました。すいません。流氷ガラス館です。レジアイス、人いるかなと思ったんですけどね、最初一人しか入ってなくて、もう一回入ったらいました。初参戦、昨日も一昨日もできなくて、昨日本当は2時過ぎ仕事抜けて道の駅に行こうとした時に、ちょうどこのガラス管あたりでログアウトしてしまって、もうログインなかなかできなくて、行った時にはもう3分過ぎていて、実はたくさん人来てたみたいだったんですけどね、残念。やっと3日目にして初参戦。これ黄色チーム多いです。半分ぐらい黄色チームです。始まりました。一応ネットで調べて、こうファイヤー耐久性に厳しいんですけど、あとブースター怪力を揃えてます。耐久性考えたらもっといいのもいいと思うんですけど、なるべく効果抜群を入れたいんで、全滅しようがこれでいいかなって。レジアイスなかなか硬いんだけど、8人ぐらいないと勝てないらしいです。で結局14人だ、後から2人増えてる。レジアイス間近に夏に出てきたんで、本当は雪が降るとブーストかかるみたいなんですけど、きっと冬の雪の頃には色違いで出るんでしょうか、よくわかりません。実はね、夕方3時半にもまたここで子供が出たんですね。ちょうど4時間後ですか、ちょうど4時から仕事だったんで、3時半前に1回1人入ったんで、行くかなと思ったら、なんと4時の人が30分も早く来てしまって行けなくて残念と思ったんですけど、実はね、またこの日の夜7時半過ぎですね、網走郵便局にあります、ね、その映像もありますね。続いてまずは第一戦です。レジアイスでかいです。ゲットチャレンジの当てやすい評判ですね。この近い方はやっぱりやりやすいんで、前々回の鳳凰とかも当てやすかったので、もしかして相性がいいかもしれないですね。それよりはね、フィールドタスクの7月は犬シリーズに変わるんでしょうか。そっちの方がちょっと犬シリーズ1匹も持ってないんで、スイ君とかね、このシリーズ出てほしいです。ドライコーと、もう一個なんだっけ、忘れちまった。勝ちました、やったー。レジアイス初勝利。技マシンノーマル、スペシャルと両方もらったんで、不思議な雨はなしです。黒玉レード自体が久しぶりだったですね。うんと、なんと黄色チーム前線して初めてかもしれない、ボール12個ゲット。そして雨も降ってないんですけど、ゲットチャレンジ CP1751 MAX1764 なんで結構いいと思います。これはトップレベルですね。で、この時眩しくて、まず1球投げてみようということで、ほい、ちょっと右に寄れたけど、なぜかエクセレント。
1回、2回、なんと一発ゲット。しかもエクセレントで決めるなんて、動画的には最高です。そして図鑑に埋まる。アップになりすぎてよく見えてないけど、レジアイス調べてもらうと、これもちょっと見えてないんですけど、トップレベルだぜ。防御じゃなくて攻撃がすごいですね。結構いいと思いますね。これはこいつを育てたいですね。忘れないように、攻撃マックス。やっぱりこのガラス感はね、相性はいいんですよね、なぜか。そしてその日の夜7時31分かな、これはもうゲットチャレンジ終わったとこからですね。今回はこのボールもらって、ボールじゃないですね不思議な雨ですね。寒かったです、夜。いつもの黄色チームの人に会ったんで、初めてフレンドになってもらいました。して一緒に戦ったんで、もう友達になったのかな。ギフトももらったんですけど、ちょうど卵開いてたんですけど、残念ながらアローラの卵入ってなかったです。 CP1701 だから、まあまあですね、まあ、とっても強いってやつですね、きっと。変な頭の上にね、サークルなので、まずはグレート。ああ、すぐ出ちゃうし、さっきよりだいぶ CP 低いのに。さっきのエクセレントはまぐれでしょうか。ナイスです。惜しい、2回揺れたのにな。今のはノーマルかな。どんどん威嚇モーションしてくるんでね、いつ投げたらいいんだって一瞬考えてしまうんですけど、ドスコイドスコイと右でパンチを入れてきますけど、ぴょんぴょん跳ねるのはどうでもいいです。でっかいくせに跳ねんなっちゃう。よし、グレート。1回2回、エクセレントでないとやっぱ入んないのかな。今回はなかなかエクセレントは出ません。さっきの昼間のやつはまぐれだったんでしょうか。サークル固定する前にどんどん威嚇モーションするんでね、ちょっと投げづらいんですけど、1回2回、よっしゃー、来たー、グレートルゲット。 CP50 ぐらい低いけど、2連勝レジアイス。とっても強い、防御が最高ってやつですね。攻撃だったらいいかったんですけどね、まあ、やっぱ1体目にいい答えしとったんで、今日は大満足の2連勝でした。ご視聴ありがとうございます。本業はハリキューマッサージの安心堂、ホームページ安心堂 .com にもたくさんポケモン GO のこと書いてますんで、よかったら見てください。そしてグッドボタンやチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画で。